はい、どうも、ビーモレルです。またや。またロッテに負けてね。うん。だから、悪い戦い方はしてないとは思うんだけど、うん。結局ロッテに負けるのね、今年は。うん。まあ、今日もね、もう敗因は一つ。増井さんよ！それ先発増井さんじゃない。それ抑え増井さんが登板してました。毎回のようにランナーを背負って。ファーボール出して、で、結局タイムリー打たれるんですよ。今日も正確先制ね、吉田正尚選手がタイムリー打って、そしてラオウ選手がまたホームラン打ってくれました。ラオウ選手、ロッテ戦どんだけホームラン打つねんって。うん。本当にもうこっちからしたらマーティン選手が天敵オールスターズなわけですけども。もうロッテからしたらもう杉本選手がもう天敵オールスターズの一員じゃないですか。もうそのレベルで杉本選手が打ってくれたわけですけども。点を取った直後ね、これまた増井さんが、マーティン選手にタイムリーツーベース取れるわけですよ。うん。で、レイアード選手にタイムリー打たれて、結局3点もらったと2点取られてるんですよ。マーティン選手はもう知ってる。もうオリックス戦打つのは知ってる。もうホームランじゃないだけまだありがたい。もうタイムリーだけもうこっちの勝ち。うん。ホームランじゃなかったらもう僕たちの勝ちです。広瀬アリスさん。俺らの勝ちや。寿司ボーイレイアード選手。ちょっと打ちすぎちゃうから、オリックス戦。うん、このカード。まあ、2試合前もタイムリー打ったじゃないですか。うん、試合を決定づける。ちょっと寿司ボーイ打ちすぎちゃうか、ちょっと。これ以上点滴増えたらほんまにちょっとやってられへんのよ。2回には、柿沼選手に、同点のホームランを打たれました。で、柿沼選手って、2019年以来ホームランを打ってなかったんですよ。2年ぶりのホームランです。その2年ぶりのホームランが、よりによってこのオリックス戦のこの同点ホームランになってしまうと、もう勘弁しろ、ホームランなんやろ!3 回にもランナーをためて、結局まあ、井上選手、ゲッツーの間に1点取られて、まあ、結局逆転されたわけですけども、そうやってランナーを貯めるからさ。そして中村翔吾選手にもタイムリー打たれて、結局5対3です。3点先制したにもかかわらず、5対3に逆転されてます。セカンドランナー、マーティン選手が余裕ぶっこいで走って、ホーム余裕でアウトになるっていう。広瀬アリス、ちょっとオリックス戦だから、そのハッスル戦でええねんって！オリックス戦だからちょっとハッスルしすぎてへんか。結果的にはアウトになったけれども、ちょっとテンション上がってんちゃうか、オリックス戦やからって。打てるからって。B モレルが発狂するからって。もうちょっと難しい外野フライ取った後も、ニッコニコ。もう今日笑顔が絶えなかったです。結局、増井さんはそれで降板したわけですけども、ちょっと増井さん2試合続けて、これ大炎上ですよ。うん。これ吉野部選手とかにかける大炎上とかいう、そのレベルの大炎上じゃないですよ。普通に、うん、普通に人間レベルの大炎上してますから。これちょっとね、2試合続けてこれってなると、いよいよ、まだ考えていかなければいけないんじゃないですか。もしかしたらもう一回抑えに戻って、シェイプオブユーを流して、僕たちにエンターテイメント届けてくれるかもしれない。抑え今いないからね、能見さん以外。しかしこの配色濃厚なムードの中で、これ7回、代打で、出てきました！この配色ムードな中で、7回代打で、出てきました！入ってー！はい、ティオカ選手が !2 点差やから。うん。流れは流れというの。2点差やから。さあ、ここでヘイティ、行ってやるとやってくれ はい、ティオカ選手なんとここで !1 点差に迫る代打ソロホームランヘイティヘイティやってくれたね、ほんまにさあ、T 選手が代打ホームランを打ち、チームは一気に流れに乗っていくと。これで1点は全然わからないぞと。しかし、その裏ですね。7回裏。K 鈴木選手が、デッドボールなのでランナーを貯めて、最後、井上聖也選手に2点タイムリー打たれて、結局まで3点差に離されると。ごっちゃし。へい、ゲーホンマ！いや、だからその点を取った後にまた取られると。もうそれ今日の敗因それマジで。増井さんにしても、平家にしても。だからね、ちょっと、打線は確かに上向きになってきた。確かにこの数試合。ラオウ選手もね、ホームラン打ち出して、増田選手が今日4安打。オリックスの今日のヒットのうちの半分が増田選手です。結局増田選手のチームなわけだけども。まあね、だから、盤石で先発陣が、山岡選手もこの前負けて、山本選手も吉野部選手も負けてね、増井さんも今日炎上して、ちょっとそこに陰りが見え始めてきたというところで、ちょっとだからね、本当に噛み合わないよね。オリックスって。ピッチャーがいいときは打線が調子悪いし、打線が良くなってきたかと思えば次ピッチャーがね、ちょっと怪しくなってくると。
本当になんか噛み合わないと勝てないからね。うん。2014年とか強かったけど、あの年はたまたま本当にもう奇跡的に投打が噛み合って2位けたわけだから。だから戦力云々じゃなくて噛み合うか噛み合わんか。もうそこの長春波を合わせていかんと、5本でそれでね、7対4で負けてしまうということで。結局、カモメのカモなんです、僕たちは。そうです。カモメのカモなんです、僕たちは。勘弁してくれー！火曜日からは東京ドームで日ハム戦ということで、東京ドームです。東京です。B モリルが東京にいます。日ハムのホームゲームかは知らないですけど、まあね、それ、何年前ですか、日ハムが東京ドーム本拠地にしてた。それの名残でまだホームゲームやってるけどさ、それよりも、この東京に B モレルがいるという、この事実。うん。俺がこの東京にいるということは、東京ドームの人はオリックスのホームゲームやねんって。うん。オリックスの方も今東京なんです。火曜日からの東京ドームの人は圧倒的オリックスのホームアドバンテージで試合できるわけですよ。これは2連勝行ってもらうしかないと。そしてこの東京ドーム、このブライアント2世と呼ばれてる、モヤ選手がオリックスにいます。本当にね、このホームゲームでインパクトに残る勝ち方をしてほしいから、ちょっとモヤ選手にはブライアント選手と同様、東京ドームの天井のスピーカーぶっ壊してもらいましょう。お願いします、スティーブン。